マレック・サガノフスキは、ポーランドウッチ出身のサッカー選手。ポーランド代表である。ポジションは FW。ウッチに生まれ、1994年に、地元のケースウッチからデビュー。ケースウッチには6シーズン在籍し、1996年夏には、オランダのフェイエーウォルトに、1997年1月には、ドイツのハンブルガー SV に、半年間ずつ。 レンタル移籍した。どちらのレンタル移籍も成功とは言えず、1997年夏に経営数値に戻ってキャリアを再構築した。1997から98シーズンには22試合に出場したが、1998年には重大な自動車事故を起こし、一時は歩けないほどであった。怪我からゆっくりと回復し、ついに復帰を果たしたが、 デビュー当初のような得点能力は戻らず自前であった。2000年には、ビスワプーツクに移籍し、その翌年には、オドラ・ボジスワフに移籍。2003年1月にレギアワルシャワに移籍すると、調子を取り戻し、67試合に出場して41得点を上げた。2005年には、ポルトガルのビトーリア・ギマランイスに移籍し、2005から06。 シーズンは12点を刻んだ。2006から07シーズンの初めに移籍金100万ポンドで、フランスのトロワエージに移籍したが、6試合に途中、出場しただけで得点は奪えず、多くの時間をベンチで過ごした。2007年1月30日、シーズン終了までの契約で、イングランドプレミアリーグのサウサンプトン FC にレンタル移籍すると、3月31日の ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦でハットトリックを達成するなどリーグ戦13試合で10得点を挙げる花々しい活躍を見せた。加入当初は位に沈んでいたがサガノフスキの活躍でプレーオフ出場圏内まで順位が上昇。ダービーカウンティ FC とのプレーオフではペナルティキックでゴールポストを叩くなど得点できずプレミアリーグ昇格を逃したが2007年夏に サウサンプトン FC に完全移籍を果たした。2007から08シーズンは、最終節のシェフィールドユナイテッド FC 戦で重要な、得点を決めるなどし、フットボールリーグチャンピオンシップ残留に貢献したが、得点を奪うのに苦しみ、結局開幕戦と最終節の2得点のみに終わった。2008年8月7日、デンマークのオールボビー k に、シーズン終了までの契約で、 レンタル移籍。8月13日、UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦の FBK カウナス戦ファーストレグでデビューし、9月27日、国内カップのブレンスホイ BK 戦で移籍後初得点を挙げた。国内リーグ戦単独では13試合に出場して3得点であり、公式戦通算では24試合に出場して5得点であった。 UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグでは6試合すべてに出場し、アウェーでのビジャレアル CF 戦では得点を挙げている。12月にオールドトラフフォードで行われたマンチェスターユナイテッド FC 戦がオールボービー系での最終戦となった。2009年1月1日にサウサンプトン FC に復帰し、その後の7試合で6得点を挙げた。 サウサンプトン FC に忠誠を誓い、この場所、この街、このクラブ、すべてのファンを愛している。彼らはこの国で最高のサポーターだと思っていると語った。2010年1月26日、フリートランスファーでギリシャスーパーリーグのアトロミトス FC に移籍した。2011年6月、デビューしたクラブである KS ウッチと2年契約を結んだ。 1996年にポーランド代表デビューした。その後は怪我の影響で代表から遠ざかったが、2005年3月26日、2006FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選のアゼルバイジャン戦で代表初得点を含む2得点を挙げた。2008年には UEFA ユーロ2008のメンバーに選ばれ、3試合に出場した。ありがとうございます。